彼について話をさせてください。名前を言えば誰かあなたもわかります。甘い口づけせがむと赤い顔して何噛んだり出たり、私の彼はうちにちょっと可愛いです。恥ずかしそうに腕を組む、周り見ながらお茶を飲む、誰かに会えばそうと私の影に隠れる。私の彼はうちにちょっと可愛いです。それが魅力なんです。私の彼について話を聞いてください。おそらく会ったことがあなたもあるでしょう。仲が良すぎて時々喧嘩するけど泣き出したりすねたり、私の彼はうちにちょっと可愛いです。甘えん坊で人見知り、爪を噛むのが悪い癖、さよならしてもなぜか私と離れないのよ。私の彼はうちにちょっと可愛いです。それが魅力なんです。甘えん坊で人見知り、爪を噛むのが悪い癖、さよならしてもなぜか私と離れないのよ。私の彼はうちにちょっと可愛いです。それが魅力なんです。